はい、こんばんは。スペカンです。まあちょっと最近本当に、なんつうんだろうな、ちょっとやることとかがなんか増えたのと、なんかやっぱ微妙にちょっと忙しくなってしまって、全然動画上げられないみたいな感じになってきちゃってんですけど、まあ動画を、頑張ってあげようと思い、今撮っております。で、まあ、今日は、まあ本当に、思い出話。まあ2018とかを振り返るみたいな感じですね。まあ本当は、31日とかに、やりたかったんですけど、まあ、できなかったんでね。ちょっともう、1月、今2日かな、深夜に撮ってます。まあ、とりあえずですね、チャンネル登録してくれた方々と、ツイッターフォローしてくれてる人たちに、本当ありがとうございますっていうのが、まず一つあります。僕が、YouTube とかを、まあ、ちゃんとやった方がいいなと思って、やり始めたのが、2018の、本当に5月とか6月、もうちょい遅いかもしれない。夏ぐらいかもしれないですね。ちゃんとコンスタントに動画を上げていこうって思い始めたのが。で、最初の時は、もうただ演奏動画ですよね。発表会みたいな感じで動画を上げてたんですけど、まあレッスンのドラム中毒の、まあドラムの教則本を使ったフィンガードラムの練習みたいなシリーズをやって、そこで初めて確か喋ったりしだしたんですよね。で、喋ることに少し慣れて、じゃあまあ、レビューとかもやろうみたいなね。で、そういうのも始まったり、まあいろいろ、まあ動画の質自体はしょぼいですけど、まあこうやってね、まあグラサンとかはしちゃいますけど、まあ顔出しをしたりして、で、スペ散歩とか撮ってみたりね。あとはやっぱこう、トラックメーカーさんの曲をだったり、まあ、僕がやってるバンドのスペースフライズっていうバンドの動画とかを、まあ、外でね、演奏したりするような感じで積極的に撮っていきましたよね。で、それで、夏くらいに、そのスペースフライズのギターのエンジニアの方と撮った、海で撮ったね、動画があるんですけど、それが、まあ、ツイッター上でしたけど、YouTuber のね、瀬戸康史さんとかに、引用リツイートとかしてもらったおかげで、3万回とかね、超えたりして、ちょっとなんか、まあ、ツイッターの方は、なんかいい感じで、やれたかなと思っています。YouTube の方は、まあ、あんまりやっぱこう、なんだろうな、フィンガードラムとか、だったり、あと、まあ、俺みたいなのが、レビューしたところで、やっぱりそんなに面白くはなんないんですよね、YouTube の動画とかって。やっぱりこう、YouTuber の人たちってすげえんだなっていうのを改めてね、なんつうんだろう、感じさせられた年だったのかなと思いますね。でも、まあ、そんな中でね、こう、やっぱ一番、そうだな、2018年の、一番のやっぱり、感謝すべき出来事っていうのは、何回もしょっちゅう出てくるけど、やっぱり売波さんなのかなと。その売波さんが、3月20何日とかに、僕に、フィンガードラムのレッスンをしてもらえないかと、連絡が来たのが始まりなんですよね。で、その3月20何日に売波さんと初めてスタジオでお会いして、まあね、その時ちょっと体見てみたり、まあ、いろんなね、フィンガードラムのこととかも、まあ僕がわかる範囲で教えたりして、で、その後いろいろ喋って、まあ、スペカンさんちょっとちゃんともうちょっとやっていった方がいいよっていうね、話をしてもらって、で、ただ、まあ僕がね、そのブログ、まあ僕は結構アナログな人間なんで、ネットのこととかあんまりよくわかってないっていう部分があって、
ブログとかやった方がいいって言われたんだけど、まあ、やれる気がしないっていう話をしたら、じゃあ俺が作るよっつって、ウリナミさんがまあ手伝ってくれたりするようになったんですよね。で、そこから、まあ、ウリナミさんも、こんなに俺に、なんかやったりする予定では多分なかったんですけど、なんやかんや、相当僕に、時間とかね、そういう、まあ、お金もそうなんで、お金の面もそうでしたけど、割とつぎ込んでくれて、で、まあ僕もなんていうんですかね、そういう風にしてくれる人がいるから、もっとやらなきゃっていう感じで、まあなんていうんですかね、僕自身のやる気もどんどん高まっていったっていうのが、2018のまあ一番すごいことかなと思います。で、もちろんね、それまではフィンガードラムの生徒さんなんつうのは、ほとんどいなかったんですけど、まあ、ウリナミさんとか、まあ、僕もそうですけど、まあ、そのフィンガードラムっていうのは、なんていうんですかね、習っちゃえば、習った方が、まあ、ある程度、叩けるようにはなるんだよっていうのの、まあ、なんていうんですかね、啓蒙活動みたいなのをずっとしてて、で、そしたら、フィンガードラムの方もね、もう10人近く生徒さんが増えて、で、まあおかげで、なんていうんですかね、ちゃんと僕が伝えたいこととかを伝えられるようなね、そういう場が持てるようになったっていう事実がありますね。で、まあ、そんな感じで、まあ2018はやっぱ一番はそのウリナミさんと、まあ、知り合って一緒になんかやっていくことになるっていうことでしたね。で、まあ、個人的ななんか衝撃でもないけど、なんつうの、こう、あ、変わったなとかって思ったのは、まあ、MPC とマシンを手放したことですね。で、まさか全く興味がなかった64パッドのプッシュ2を使うことになるとはまあ思ってませんでしたよね。で、まあプッシュ2をでもその、まああんな64パッド待ってパッドもちっちゃかったらやりづらいんじゃねえのって思ってたんですけど、意外にもね、すごく叩きやすくて、あ、これはもうやっていくしかないなと。あとまあ、ちょっと、なんつうんだろうな、まあ、小賢しい、なんつうんだろう、まあ、ちょっとそういう話になっちゃうけど、プッシュ2はね、そのフィンガードラムにおいては、競合がいないっていうところもポイントでしたね。MPC とかやっぱマシンは、まあまあフィンガードラマーとかがいるんですけど、プッシュ2だと、そんなに、っていうか、日本人とかだと、フルドラムを叩いてる人って、僕見たことないんですよね、日本人だと。だからそういうのもあって、まあ、やりやすかったかな。やりやすくなりそうだなっていうような、まあそれがでも10月とかだもんね、確か。だから結構その今年だけでいろいろなんか変わっていったりして、で、まあ11月とかに入ると、まあ最近僕がハマりまくってるこういうベイプにね、出会ったりとか、今ね、ちょっと動画はこればっかり出しちゃってるんだけど、ものすごい数買ってます、高いやつ。5、6万ぐらいするベイプもあれば、3万とかね、2万ぐらいのやつを、もう10本ぐらい買ってんじゃないかな。だから相当お金使っちゃってますよね、ベイプに。まあでもすごく面白い世界で、まあこんな風に、すごく煙も出ますし、まあ、楽しいし、で、まあ、何よりこう、なんか、こういうね、なんかガジェット感みたいなのがすごい強くて、まあ、僕はすごい気に入ってるんですよね、このベイプっていうのは。まあ、タバコが嫌われてる中で、僕はまあ喫煙者なんですけど、まあ、こういう、そのニコチンとかね、副流煙の心配がないもの、まあ、とはいえ、やっぱ煙がすごい量が半端ないので、全然吸える場所っていうのはあんまりなくて、ショップさんとかで吸いに行くか、こうやってね、家で楽しむぐらいしかできないんですけど、でもすごくなんだろう、こう、ベイプのショップさんとかは、ちゃんとね、こう、これを流行らせたいというか、広まってほしいみたいな
意識がすごい強くて、なんかウェルカムな感じがすごい強いんですよね。まあそんな感じで、こう今年はね、まあ MPCX も買って、MPC ライブもあって、まあいろんなマシン MK3 とかもあったし、XWPD1、アイリグパッツとか、まあいろんなパッドをまあ渡り歩いたんですよね。でまあ結果プッシュ2に落ち着き、まあ、新しい趣味でもあるこうベイプも始めたと。で、まあ、このベイプもね、なんかこうまあこれは本当に結構なんていうんですかね、ちゃんとしてる人たちがちゃんとブログやなんか動画とかも出したりしてるんで、まあ、僕はこう簡単にはね、こういうの紹介したりレビューできるような人間にはではないので、まあ、もうちょい時間がかかるのかなと思うんですけどね、こうリキッドとかね、美味しいですよみたいな、そういう、まあ、レビューとかぐらいだったらね、やっていけるかなと思ってるんで、まあ、2019の今年からは、まあ、ちょっとベイプの関係の動画とかもちょくちょく出していこうかなと思ってます。で、本当に昨日の話なんですけど、まあなんかツイキャスやってみようかなってちょっと思ったんですよ。で、ツイキャスをやったんです。昨日。そしたらですね、なんか結構なんやかんや、時間帯もあんまり良くなかったのに、まあつっても10人とかね、そんなもんでしたけど、見に来てくれる人とかもいて、で、あ、ツイキャスって面白いなってちょっと思ったんですよ。で、一応まあその時にね、プッシュ2とかもちょっと目の前に置いたりしてちょこちょこってやってたんですけど、そのプッシュ2の、あ、プッシュ2っていうか、一応今年から毎月16日は、まあ無料でね、レッスンにちょっと近いようなことをやろうと思ってたんですよ。で、だその場合はリアルレッスンで考えてたので、まあ一応、新規の人のみで、やっていこうと思ってて。だけど、それだとね、限られた人数しかできないっていうのもあるし、遠い人が、にできないじゃないですか。で、ちょっとそれやめて、で、ツイキャスが結構良かったんで、ツイキャス上で、毎月16日、フィンガードラムの、をメインにした講座みたいな。まあもちろんその質問とかをね、受け付けたり、どんな練習がありますよって練習の紹介をしてみたり、もしくはその僕が練習してるところをね、ただ流して、その間になんか質問とかが来たら、質問に答えるみたいな感じにしようかなと思ってるんですけど、まあ、そんな感じで結構、新しくね、なんかやれそうなことも見つかりましたし、で、あと、こう仲間がね、少しずつ、その、僕のその動画作りだったりもそうですけど、なんかまあこう、何かをね、やっていくのにあたって、やっぱり僕一人の力でやるのはなかなか厳しくて、で、そういう中で、仲間みたいなのが少しずつなんかこう、増えてきたんですよね。で、この間その、まあ僕の今の固定ツイートになってるんですけど、そのティーザー動画みたいな。まあ僕の宣伝ですね。あれ、実際出てる黒人さんは僕じゃなくて、じゃないんですけどもちろん。でもなんか、まあ見てもらえたりはしてるんですよね、あの動画なんか知らないけど。で、僕はああいうのを作る、なんていうか、才能っていうのかな。ああいう感覚はないんですよね。だ最初僕、そのティーザーの動画を作ってもらった時に、まあ別にこれ何にもなんないんじゃないぐらい思ってたんですよね、正直。でも、上げてみたら、なんかどん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 、こういろんな人が、まあ、リツイートとか、いいねしてくれて、で、まあ、あれも1万2、3000回ぐらい見られたりするような感じになってるんですよね。で、僕にはあの感覚ないなと思って、で、まあ、結果的には、そういうのを作ってくれる人たちとか、もう仲間になんかなってくれてますし、だとね、マークさんとかも結構積極的に、なんだろう、協力して
くれるような感じになってますし、まあ、とにかく仲間がすごい増えてきたなっていうのがあります。まあそんな感じでしたね。僕にとって2018っつうのは、まあその仲間がね、すごく増えてきたっていうのと、まあ新しい趣味とかを手に入れたっていうのと、あと、まあ、新しいね、そのツイキャスとかっていうようなコンテンツ、使えるコンテンツがまた一つ増えたなみたいなっていう感じでした。で、まあ、そうですね、この先も、今年はね、できる限り一応やりたいことがあって、まあ、一つはその、今まで同様、トラックメーカーさんとコラボした動画だったり、スペースフライズの動画を撮っていくと。で、その2つの、そうですね、なんかまあ、その2つかわからないけれど、音源とか出せたらいいなと思ってるのが、まずあります。で、もう1つは、自分のね、僕1人だけで、ちゃんと曲とかも作ったりするような動画とかも上げたいと思ってます。で、もう1個はやっぱり、いっぱい、一番わかりやすいなって思うのは、叩いてみた動画ですかね。やっぱこう、まあ、知られてる曲ばっかりとはいかないかもしれないけど、でも、やっぱ既存の曲を演奏するっていうのはすごくわかりやすいんですよね。そのドラムの技術的なこととかも含めて。で、それはやっぱやっていこうと思いました。で、あとまあ、できる限り機材系だったりとかそういうのは、まあ、なるべく、レビューできそうだったらしていこうかなと思っています。あとね、やっぱまあ、こう、スペ散歩的なやつとかも撮れたら、まあ、撮っていきたいですし、まあ、なかなかね、結構いろいろやりたいこととかはまだまだあるし、やってないこととかもたくさんあるんで、まあ、やっていこうかなと思っております。まあ、そんな感じでしたね。で、まあ、ですね、1000人に到達しなかったんで、まあ、1000人に到達しなかった場合は、樹海に行くみたいなこと言ってたんですけど、まあ、ちょっと今ね、樹海に行くべきなのか、もうちょっと他にも、なんか、やれる、バカっぽいことやれることあるんじゃないかなとかっていうのを今ちょっと探り中なんで、まあ、自分に課す罰ゲーム的な感じなことは、まあ1月中か2月までにはちょっと動画撮ろうかなと思ってます。最悪ですわ。まあそんな感じですね。で、今ね、今撮ってるカメラ、あれですね、オズモモバイルです。僕 GoPro Hero 7はもう手放しました。まあ、なかなかね、やっぱあれってなんかアクションカメラっていう感じがやっぱすごい強くて、いいカメラだったんですけど、もっといいのが出ちゃったんですよね。もっといいのっていうか、もっと僕が使いやすい。これなんですよね。このオズモバイルは、やっぱその、ジンバルがついてるから、当たり前ですけど、こう、散歩動画とか撮ったりするときもブレないですよね。だけど、それだけじゃなくて、こう、追尾機能がね、こうやって、動くとこうカメラの頭自体がこうやって動いてついてきてくれるんですよ。こうやってこういうふうに。このフェイストラッキングみたいなね、機能を使えば、もうすぐこう、バーハーっと、こうやってついてきてくれるわけです。で、これはすごく、まあたまにね、その追尾失敗しちゃったりするときとかまだあるんですけど、あとあまりにも早いとついてこれないとかね。だけど、まあ、こうやってただ普通に話すだけでも、なんていうんですかね、こうちゃんと割と追ってきてくれるんで、なんか僕はこういう方が好きだったんですよね。なんかこう、ずっと同じ絵の空間で俺だけがこうやって動いてるよりは常にこう中心を捉えてくれるような、そういうカメラの機能とかも悪くないなってちょっと思いました。で、まあ、今はその本当に主に、オズモモバイルでこういう動画とかを撮っていくのがいいなってちょっと思ってるんで、まあまあこれを活躍させていこうと思っています。で、ツイキャスの方は、その毎月16日に、無料公開レッスンをすると。で、もう一個は、売波さんに僕が、プッシュ2やエイブルトンの操作を教わっていくっていうような企画も、やっていきます。で、もう一個は雑談系ですね。適当に雑談するみたいな。だそれはまあ、適当に雑談する系は本当にもう、時間が余ってて暇だなって思った時にやるって感じですかね。
で、まあ、その時もね、全然フィンガードラムというかね、プッシュ2を目の前にして置いたりするんで、全然なんだろう、質問とかあればしてもらっても構わないし、ただ俺がひたすら、もうやる、喋ることとかなくなっちゃったら叩いたりしてるかもしれないですね。そんな感じの動画になるでしょうと。まあそういう感じで、まあこれ、ちょっと2019もね、2018よりもっといっぱい動画が、演奏の動画とかも出せたり、レッスン系の動画も出せたり、で、ツイキャスとかで、まあライブ放送的なこともね、もうちょっといろいろやれたらいいなっていうのと、あと、この、レイプ関係をどうやって絡ませていこうかなとかっていうのも、ちょっと僕は、個人的には楽しみにしてるんで、まあ、もしよかったら、まあ、引き続き、冷たい目でもいいんですけど、見守っといてくれたらいいなと思ってます。で、そんな感じで、今年もよろしくお願いします。スペカンでした。